はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もねよろしくお願いいたします。はい、ですね、日本の方に全然ね報道されてなくてですね、今海外の報道でかなり、ね、大騒ぎになっているというねニュースがカンボジアの方で出ております。なんとですね、この2022年の世の中にですね、外国人が拉致をされて奴隷労働をねカンボジアで強いられているというね、ほんまかいなというようなね事件の動画が流出しております。はい。で、このね、拉致されて、監禁されて、強制労働、奴隷労働されるということで、こう、数年前からね、言われてたんですよ。で、ニュースはね、ちょこちょこ出てたんですけど、やっぱりみんな確信に怖くてね、触れれないっていうところがですね、今回動画が一気に出たということでね、こう、バタバタバタっていう形でね、出ております。チャイナ、もうチャイナって言っちゃいましたけどね、大陸プロジェクトっていう形でね、言われてるんですけどね。まあ、まずはこれちょっと動画見てもらった方がね、いいかなと思います。はい。ですね、これですよね。はい。これね、ベトナム国境近くの、カジノホテルから労働者42人がですね、一斉ダッシュするんですね。それを、この、中国人の経営のカジノなんですけどね、この、鉄の棒とかでですね、警棒とかで追っかけていくというね、なんかもう恐ろしいなっていうね、もう、ほんとね、もう迷惑な国民だなっていう感じですね。これちょっとね、見てみますね。はい。これ追っかけてですね、結構ね、この屈強なね連中がね、追っかけていくんですよね。はい。で、最終的にはこの川に、泳いでですね、ベトナム国境側を、あ、これね、別に、はい、ベトナム国境側にこれを渡って脱出したという形です。みんな泳いでるところですよね。はい。で、泳げなかった、なんかね、16歳の子も今回働かされてたみたいで、16歳の子ですよね。なんかリアルですよね、これね。本当ね、ろくなことやらないね、国民だなっていうね、感じが。いうかね、もう、そのままですよね。はい。で、16歳のね、少年が、まあ、溺れて亡くなってしまったっていうことでですね。はい。で、一気にね、今回これ報道ね、表沙汰出ています。4ヶ月間ね、働かされた。はい。どういうことで、こういうことが起きてるかっていうことなんですけども、はい。やはりね、収入が少ない人が、まあ、カンボジアに行けばね、高級で、しかもね、好条件で、仕事があるよということで連れてこられて、で、カンボジアに着いた途端もパスポートも取り上げられて、まあ、監禁されて、働かされるということで、はい。で、仕事の内容もですね、もう、単純な労働だけでなくてね、まあ女性だと売春とかですね。で、最近多いのはオレオレ詐欺をね、させられるんですね。例えば、ベトナムの、労働者でしたら、まあベトナムに向けてとか、中国だったら中国、そして、インドネシアだったらインドネシアで、かなりね、多国籍でこれ渡っております。はい。あと、まあネット闇カジノとか、まあ電子詐欺とかというね、かなりね、巧妙に、奴隷労働の内容もね、広がっている形です。はい。カンボジア政府もですね、総研ね、内務省大臣、副首相もですね、外国人の、まあ、労働状況、を調査するっていう形でね、声明出して、そして、ニュースの方でもですね、もうカンボジアのこれイメージ、傷つけられてるってことですけど、まあでもイメージの問題じゃないだろうっていうね感じがしますね。もう実際にこういう事件が起きてても数年前から外国人をまあ拉致監禁して働かされてるっていう状況はあったことですから、イメージの問題じゃなくて、まあ抜本的なね、解決をしていかないといけないと。はい。で、米国市民も、一部これ捕まっててっていうことで、まあ、解放されましたっていうね、ニュースも出ております。はい。これね、私もね、知人の知人、まあ全然知らない人なんですけども、まあ、やはりデジタル、まあ IT 関係に、
やっぱ精通してる人が、やはりシアヌークビルで、何ヶ月間か、まあ、監禁みたいな形で、その彼に関しては、給料は良かったんだけど、監禁という形で、最終的には脱出して、逃げれたということもありましたし、でね、私たちのアパートに、中国人の方が、まあ、働きながら住んでたんですけどもね、まあ、そこの会社を辞めるとなったらですね、やはりなんかの、たちの悪い連中たちがですね、来てね、要は、辞めさせないとかということでね、で、私たちにまでね、お前たち、あいつを隠すなとかね、何言ってんのお前らって、辞めた人間関係ねえだろっていう形でですね、私たちも、突っ張ねたっていうこともあってですね、何かね、その、雇用と、労働っていうのをですか、もう全く履き違えてるんですよね、この、大陸のバカどもはですね。はい。こんなね、状況で、もう今本当人身、本当まさに人身売買。こんなニュースがね、今中国の、香港系のニュースで流れてるんですけども、まあ、ベトナムの、まあ、高校生が友人をですね、まあ、160万円で騙してね、友達を売って働かしてたっていうね、情報もあるみたいです。まあ、これ全てね、報道で出てるので、まあ、確証が取れない。詳細な、まあ、確証は全然取れないっていうニュースになるんですけども、まあ、こういうね、現状、労働を、強いて、監禁して強いてっていう状況があることはこれ間違いないです。そして、それも違法的な、ビジネスに関与させられてるっていうことが多いですね。まあ、先月ですかね、私たちのアパートでも、わずか1週間ぐらい住んでた連中が、ドラッグをね、製造してたとか、まあ、その連中が、まあ、コンポストの方で実際は 1.4 トンまで、麻薬を製造してたとか、もう今、もう犯罪がですね、まあ、非常に多すぎて、まあ、なんですかね、ちょっと日本人では考えられないね、ようなことが起きてるっていうことをね、少し、知っていただけたらと思います。はい。これ、カイジっていうのが私読んだことないんですけども、カイジ、地下労働施設でも、タイトルからしてね、こんなことはありえないから、絶対私こういう漫画見ないんですけども、いやいや、現実ありましたよと、もっとひどい条件で、カンボジアではね、拉致、奴隷強制労働というのがね、まあ、存在してと。はい、でその動画が今回流出して、まあ、あからさまになって少しこの事件が公になってきたということですね。恐ろしいというかね、もう何考えてるのかなという感じですよね。はい。せっかくね、もう発展がね、して、どん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 ね、カンボジア発展していってる中でね、まあ、こういう本当ね、迷惑な、国の連中がですね、もう好き放題やって、このカンボジアの発展をね、妨げるということになってますので、ね、もうイメージを傷つけるということなくてね、もう抜本的なね、解決をね、してもらいたいなということをね、カンボジア政府の方に、望みたいと思います。はい、日本人の方にね、広くね、実態知っていただけたんじゃないかなと思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネルこれで終了いたします。次回更新をお待ちください。よしがチャンネル登録、高評価、お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆様、See you!